あの劇場で会ったからめっちゃ言った、頑張ってください、応援してますってこんな時間にどうしたの。今日はこれです、 M の配信のみーきさんについてのやつね。今回は今週はみーきさんの週なので、皆さんみーきさんの誕生日教えてください何月何日か教えて。明日日比くんや、お寿司食べてたんじゃないの。お寿司は買ってきました。今日はみーきさんの回ですよ。みんな考えといてや、最近ハマってること、よく使う絵文字、チャームポイント、趣味、秘密、動物に例えると好きな言葉、好きな食べ物、おにぎりの具、必殺技、いちごパスタグミって書いてくれてるありがとう。好きな食べ物か、いちごって書かなかな。いちごいちごってとこが可愛いね。いいな、お寿司いいやろ、楽しみやね。彼も10月23日生まれ。なるほど、ありがとう、教えてくれて。今日は10月23日出身地は奈良やね。 A型なんよ。佐藤氏さんが映ってます。佐藤氏さんが髪切ったんかな、短い。野球を見てます。始球式でベンチできる日が来ること願ってるよって、ありがとう。彼も渡したいです。はじめまして、はじめまして、ありがとう。こんばんは、こんばんは。じゃあ皆さん、次はみきさんの最近ハマっていること。でも一回聞いて、お外を眺めるのが好きでした。お外を眺めることってなんか聞いたことある。よく使う絵文字、うん、みきさんハートのイメージがある。ハートにしとこ。チャームポイントはこれかな。OK。こんばんは、こんばんは。動物に例えると難しいな、みきさん。うん、鹿さんはもちろんのこと、鹿さんとウサギさんかな。こんばんは。和食里なう、いいな、和食里やん。一回も行きたい。バンビちゃん、確かにバンビちゃん確かにバンビちゃんですね。好きな言葉はシカシカピロピロって書いておこう。いつもしてくれるの、ミキさん。うん、雨が、できるんかな、これな。でも上がるんかな、お客さんもほとんどいてない。中入ってるなあ、大変やな。おお、ああ、夏休みで来てるんやな、ちっちゃい子も。
です。おにぎりの具、おにぎりの具何好きそうかな、みゆきさん、みんな何やと思う。こんばんは、こんばんは。お寿司は何のネタが好き、何やろ。マグロも好きやし、うなぎも好きやし、ホタテも好き、卵も好き。でも卵美味しい、お寿司屋さんのさ卵ってめっちゃ美味しいと思う。あら、今もうでも抜けるんかな、それ待ってるんや、量がすごいよな。おお、なんかみんなめっちゃ楽しそうやな。みんな甘やどりする。でもいい椅子やな、座り心地よさそう。あれふかふかの椅子だね。おみさんかわいいかな。お寿司みんな何のネタが好きやった。何か、あ、花、花から愛、愛って書いてるんか。これ最初何か分からなかった。愛ありがとう、もらったよ、ありがとう。レイカちゃんからかわいい、ありがとう、もらいました。タコもいっぱいありがとう。猫ちゃんたち元気、元気。もうなんかちっちゃい段ボールにフラが無理やり入ってる。見て、溢れてるくない。ようそこに入るでんな、まだギューってなって入ってる。レインボースターありがとう、ありがとうございます。おさぴょーからもらいました。アナゴ好きです。いいね、いいね。こんばんは、こんばんは。そう、みーきさんのおにぎりの具何にしようかな。梅かな、梅っぽい。10月のイベント絶対派手ましてするって。しよう、待ってるね、来てね、待ってます。ありがとう、来て来て。 TikTok で流行ってる動画作ったから。うえー、すごい楽しみ、ありがとう、作ってくれて嬉しい。いつも可愛く作ってくれるからめっちゃ嬉しい。また見ます、ありがとう、楽しみや、見るの。おお、なんじゃこれ、すごい、メリーゴーランドあるんや、いいな、見て。だってさ、観覧車もあるやん。ああ、そうだな。おお、今も京セラは始まってますね、阪神。うんね、プールもあるみたい。プールもあんの、すごすぎ、すごー。そんなに遊べるところなんや。あれかな、ちっちゃい子だけが入れるプールかな、ちっちゃい。めっちゃ恥ずかしく水着着ていってさ、ちっちゃい子向けのプールやったらちょっと恥ずかしいな。みーきさんの趣味は何でしょうか。こんばんは、こんばんは。レインボースターありがとう、ハートもありがとう。はあ、鼻むずむずする。はあ、お、イサムさんから海かな、海ありがとう、もらいました。海行きたいな、やっと。これさ、お、かき氷いただいたペル、お、食べれた、美味しかったですか。ワンピースか、そう、今日はワンピースなの。あ、我々はニュース NG、 やっぱり。よかった、張り切ってビキニ着ていって怒られた。いやー、外を眺めること。でももう最近ハマってることでそれ書いちゃって。何やと思う、趣味何やろうな。ブルペンもまだ誰も練習しておりません。そりゃそうよね、疲れるわな、早く
なら、こんばんは。コスメ集め、ネイル、ファッション雑誌を見る、音楽会場。へえ、そうなんや。FFF さんありがとう、書いてくれて。何やろな、趣味は、趣味はショッピングにしようかな。じゃあおしゃれさんやから来た。ショッピング、みーきさんの秘密は、ちゃんと話し、OK、 終了、来ました。なのであとは似顔絵を描いたら完成です。大体を描きました。グッジョブ。お寿司をいただきたいピロちゃんです。みんなは今日は晩ご飯まだ？こんばんは、こんばんは、いっぱいこんばんは言ってくれてる。こんばんは。そろそろ会いたいんやけど、次会えるのいつですか？いつですか？早くね、いつ会えるかな。お寿司いいな、いいやろう、めっちゃ楽しみ。なんか酢飯ってさ、さっぱりするからいいよね。暑い時でもいっぱい食べれちゃう。今日はジンナさんとピロピロしてきた。ずるーい、ずるーい。綺麗やった。今日もお寿司食べたいピロって。ねー、いいやろう。かやも食べたい気分やったから、食べれるのがすごく嬉しい。野球見ながらな、食べるね。ひー、楽しみー。唐揚げもあるし楽しみです。でもちょっとね、試合が開始時間が遅れているので、雨降ってて試合できへんからね、遅れてるんです。うん、今何時やろ、今何時、みんな。光り物が好きです。お、お魚いいね。彼はタイとかは好きやで。こんばんは。うなぎだったよ。うなぎいいな、うなぎも食べたい、最高やん。33分でした、ありがとう。みんな教えてくれたありがとう。台風気をつけてね。ね、みんなも気をつけてね。いよいよどんどん迫ってきてるからね、台風が。ゆっくりゆっくり、明日明後日、しあさってくらいに結構大阪の方の方は結構近いかもね。タイが一番好きかも。タイ美味しいよな、わかる。タイ食べたい。ハートありがとう、いっぱい飛んできてるよ、ありがとう。でも終わっちゃう前にもう一回行けたらいいのね。ぜひぜひ来てください。みつきと来て、来て。ハートありがとう。うざく、うざく知ってるで。美味しいよね。うざく。最近食べてない。最近食べてない。こんばんは、こんばんは。ウー抜きのザクやったな。キュウリと。ザクザク。おかみだけ。酸っぱいキュウリのやつ。マグロ食べたいピロ、マグロ食べるピロ、マグロいっぱい食べるピロ。今日いっぱいマグロ食べます。あら、まだ始まってないな、33分の、うん、雨も。はあ、それは大変だね。うなぎしか勝たん。うなぎおいしいよな。でもな、いろいろ買ったでね今日な。ネギトロも買ったし、マグロもいっぱい買った。
俺のマグロ取っておいてね、食べまーす、全部食べまーす、完食しまーす。美味しいよな、お寿司ってな、楽しみなので今から食べてきます。卵とネギトロ好き、わかる、どっちも最高に美味しいよね。じゃあちょっと先にそろそろランキング読みます。第13位ゆうじろうさん、ありがとう。第12位れいかちゃん、ありがとう。第11位スカイさん、ありがとう。第10位ピロピロひろしたん、ありがとう。第9位ケイタン、ありがとう。第8位タルタルタさん、ありがとう。第7位ミミィちゃん、ありがとう。第6位 FFF さん、ありがとう。第5位イサムさん、ありがとう。第4位福ちゃんたん、ありがとう。第3位おさぴよ、銅メダル登場、イエーイ。第2位ははーな、銀メダル登場、イエーイイエーイ。第1位は猫、金メダル登場、イエーイ。みんなにも参加しよう、ピロピロ。で今大きなここにハートがついてます、可愛いやろこれ。ありがとうって、ありがとう、こちらこそ。みんなさん、ほんでベースボールカードみんなゲットしてくれてありがとう。彼のカードをゲットしてくださってる方もいっぱいいて嬉しかったです。すごいね、でもほんまに引き強おうと思ってびっくりした。いっぱいいろんなね方がいてはるからすごい倍率なはずなのに、ありがとうございます。ゲットできてないよって方もまたよかったらぜひ彼のこと引き当ててください。アットジャムさんが2023、じゃあアットジャムエキスポ2023が8月27日13時55分からです。横浜アリーナにてです。横浜です。で29日はジェップ大阪ベイサイドさんで大阪カラーズショーに出させていただきます。ベースボールカードは現在発売中、ぜひぜひ彼のカードを当ててください。NMB48 12周年のライブは、ライブブルーレイ DVD ボックスは8月30日発売となっております。ライブツアー2023は9月14日が名古屋、22が東京、23が大阪、そして次の日24日は昼夜でオリックス劇場さんで13周年のライブがあります。みんなブルーライト横浜出てる。分かってくれた。そして28枚目シングルは10月4日発売ですね。ギサさんの卒業シングルです。リアルイベントは10月29日千葉であります。11月4日5日は大阪 ATC ホールさんです。オンラインお話し会は11月23、12月2日3日9日10日23、24日なんですけど、ぜひ皆さん早め早めにスケジュール押さえててください。開けててね。もうこの前も熱いメールを送ったんですけど、今の彼の気持ちは本当にそれなので、1秒でも早く前に行きたいし、正直とっても悔しかったので、はい、とっても悔しかったです。なのでもう絶対に次本気で全力ピロピロで行きたいので、皆さん全力応援よろしくお願いします。オーカープラスさん、 NMB48 衣装図鑑もぜひ見てください。ありがとうございます。じゃあでは終わります。ありがとう。ご飯食べます。野球見ながらご飯食べる。ありがとう、ありがとう。腰も早く治します。ありがとう。またね、またね、ありがとうございます。